平野市、ーハタとのダンスコラボが話題。アイドルの枠を超えた魅力とプロフェッショナルなパフォーマンスにファン大興奮。元キングプリンスへの平野市洋26が26日までにインスタグラムを更新し、ダンサーで振付師のリーハタとのダンスコラボレーション動画を公開しました。 この日、平野は、ザ・ファースト・オブ・ショウヒ・ケイ・クルリー・ハタと題した一本の動画をアップ。キャップスウェット姿で画面に登場した平野とリー・ハタを、迫力あるラップと軽快なビートが印象的なヒッホップ・スチューン、プロウェイ・チエック、パフ・ダディ・ザ・ファミリー・フィート、ゾウ・アイドラズ、フレンチ・モンタナに合わせ、ダイナミックかつキレのある動きで息の合ったパフォーマンスを披露しています。 リーハタをこれまでキングプリンスへの楽曲、一番、月読みの振り付けを担当し、平野が強くリスペクトしていることでも知られる世界的ダンサーです。24日、リーハタはインスタグラムのストーリーズ機能を通じて、平野仕様ンの皆さん、任せて、と平野と絡みで何らかの動きがあることを予告。 この度のダンス動画には、リーハッタコラオグラフィーというハッシュタグが添えられていることから、自ら振り付けを考案したとみられます。期待に田川わぬ豪華ダンスコラボにファンはまさしく沸騰。すごいもの見た。なんと、我らが王じゃないですか。簡単ふっ、まさに降臨。 言葉が見つからない。やばーい。いや、これは熱すぎる。全身の関節折らないと、こんなすごいの踊れないでしょ。やっぱすっげーな。私の初恋リアルに口、開いたままだった待ってましたー。アバイブス最高潮です。やっぱり、紫陽くんは、アイドルの推移を超えてたとに、万見を超える絶賛の声が殺到しています。 平野紫耀がリーハタトップのコラボで見せたダンスパフォーマンスはアイドルの領域を超えたものとしてファンから絶賛されています。この記事ではその背後にあるストーリーやファンからの反応について詳しく掘り下げていきます。平野紫耀とリーハタへのコラボ、ダンスの共演。平野紫耀とリーハタへのコラボレーション動画はファンを圧倒しました。 このダンスパフォーマンスでは、二人の息の合ったダイナミックな動きが、ヒックホップのリズムに合わせて見事にシンクロしています。キャップスウェット姿の平野様と、リーハタの振り付けが見事にマッチし、まさに、魅了という言葉がふさわしい演技でした。リーハタをこれまで、 キングプリンスへの楽曲、一番、月読み、などを手掛け、そのダンスのクオリティとセンスは多くのファンに認められています。平野耀自身もリーハタへの振り付けを高く評価し、リーハタのダンスに憧れていたことが知られています。そのため、二人がダンスでコラボすることは、ファンにとって夢のような瞬間でした。動画の中では、パフダディザファミリーフィート、 ゾウアイドラズ、フレンチモンタナへの、プロウェイチエックという楽曲に合わせて、二人が力強いラップとキレのある動きを披露。特に、二人の息の合った振り付けとタイミングの取り合わせは、プロフェッショナルなダンサー同士のコラボとして高く評価されました。リーハタへの才能。リーハタを、平野の仕様だけでなく、多くのアーティストとコラボレーションしてきた実力派ダンサーです。 彼女の振り付けは、その独自のセンスとテクニックで、多くのアーティストにとって必要不可欠な存在となっています。特に、キングプリンスへの楽曲における彼女の振り付けは、楽曲の魅力を引き立て、視覚的な要素を強調する役割を果たしています。リーハダウを振り付け師としての成功だけでなく、ダンサーとしてもその実力を発揮しています。 彼女のダンスはエネルギッシュで、観客を魅了する力があります。そのため、リーハタがダンス振り付けを手掛けると、楽曲とパフォーマンスが一体となり、観客に強烈な印象を残します。平野潮とリーハタへのコラボレーションは、両者の才能が融合した瞬間であり、ファンにとっては待ちに待った瞬間でした。 このコラボレーションによって、平野紫耀おとりいへのダンスの魅力が最大限に引き立てられ、多くの人々から絶賛されました。ファンの喜びと感想を。このコラボレーション動画が公開された後、ファンからは驚きと喜びの声が続々と寄せられました。SNS 上では、すごいもの見た。なんと、我らが王じゃないですか。簡単ふ、まさに降臨。 言葉が見つからない、やばーい、といった感想が数多く投稿され、動画は瞬く間に話題となりました。ファンからのコメントには、いやこれは熱すぎる、全身の関節折らないと、こんなすごいの踊れないでしょ。やっぱすっげーな、私の初恋リアルに口、開いたままだった待ってました。アバイブス最高潮ですやっぱり、紫陽君は、 アイドルの推移を超えてたといった熱狂的なコメントが寄せられました。ファンの多くは、平野紫仕様がアイドルとしての枠を超え、本格的なダンスパフォーマンスを披露したことに感銘を受けたようです。特に、リーハタとのコラボレーションによって、平野紫仕様のダンススキルがさらに高まったと評価されています。また、リーハタの振り付けがダンスに新たな魅力を加え、 観客を魅了しました。コラボの背後にあるストーリー。このコラボレーション動画が公開されるまで、ヒラの仕様とリーハタへの関係についてはファンの間で話題となっていました。リーハタはキングプリンスへの楽曲の振り付けを手掛ける一方で、ヒラの仕との交流も公然と表現されており、両者のコラボが期待されていました。 リーハタ自身がインスタグラムで平野仕様んの皆さん任せてと発言し何らかのプロジェクトを予告したことからファンは興奮しました。そしてその予告通りにコラボ動画が公開されファンの期待に応える形となりました。このコラボレーションは平野仕様の音楽活動とダンスへの情熱を示すものとしても注目されています。 彼がアイドルとしての活動だけでなく、ダンスパフォーマンスにも真摯に取り組んでいることが伺えます。また、リーハタの振り付けが平野紫耀のパフォーマンスに新たな魅力を加え、ファンにとっては感動的な瞬間となりました。平野紫耀とリーハタへのコラボレーション動画は、ファンから熱烈な支持を受けた注目のイベントでした。 両者のダンスパフォーマンスは、アイドルの領域を超え、プロフェッショナルなダンサー同士のコラボとして高く評価されました。リーハダへの振り付けとヒラの仕様のパフォーマンスが見事に融合し、多くの人々に感動と興奮をもたらしました。ファンからは、驚きや喜びに満ちたコメントが多数寄せられ、SNS 上で話題となりました。このコラボレーションは、 ヒラの仕様の音楽活動とダンスへの情熱を示すものとしても注目され、ファンにとっては待ちに待った瞬間となりました。ヒラの仕様とリーハタへのコラボレーションは、今後の音楽活動やダンスパフォーマンスに期待を高めるものと言えます。ファンは、両者のさらなるコラボや新たなプロジェクトに期待していることでしょう。 このダンスの共演は、平野の潮取りへの才能が輝く瞬間として、長く記憶されることでしょう。